日本大阪府大阪市何区、恵比寿西恵比寿西は、大阪府大阪市何区の町名。現行行政地名は、恵比寿西1丁目から、恵比寿西3丁目。大阪市何区の南東部に位置。東は、堺筋を挟んで日本橋及び、恵比寿東。南は、関西本線を挟んで、西成区、大使及び萩の茶屋。西は、南海本線を挟んで、 恵ビス本町及び敷津東、北は、阪神高速1号環状線を挟んで、日本橋西及び日本橋にそれぞれ接する。一丁目には恵ビスさんの愛称で知られる、今宮恵ビス神社が鎮座し、門前町を形成している。1980年実施の町名で、九丁目の恵ビス町2の三丁目、ま淵町、水崎町におむね該当する。 一丁目に鎮座する今宮イ比ス神社に由来する。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。新今宮駅。 大阪府大阪市何枠の町邸、あざ一覧。人工統計ラボ。2019年10月20日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口。大阪市。2019年10月4日閲覧。AB、恵比寿西の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。 2019年6月24日閲覧。AB、人事更新録、第10版上差102ページ。2020年6月3日閲覧。AB、平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く。 男女別人口及び世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く。 男女別人口及び世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。平成28年経済センサス、マイナス活動調査。 事業所に関する集計産業横断的集計都道府県別結果総務省統計局2019年10月23日閲覧郵便番号簿2018年度版日本郵便2019年6月10日閲覧ありがとうございます